R でいいんや、R でいいわ、R で。あったあった。あったあった、一番上や。これ、レネゲード。これね。アーケード版の、言うたら、クニオ君の、まあ、外国版ってことですね。はい。これをやってみましょう。まあね、これちょっと前、ね、2日か3日前にやったんですけども、まあ、実況プレイやるのは初めてかな。はい。クニオ君の外国版ですね。絶対むずいけどな。前やった時も1面もクリアできなかったから。ボコボったやつが一番厄介なんですよね。ボコボったやつが一番強いんですよね。耐久力もあるし、こいつら。なんかアメリカって感じがするな、なんとなくな。あ、強い。これ、一機しかなかったんじゃなかったっけな。違ったっけ。おお、ダッシュされた。これ、こっち向けのジャンボキックの出し方かな、ちょっと。これじゃないのか。こうか。あれ違うな。こうか。あ、これこっち側やもんな。あ、むずいわ。リキ出てきた。リキじゃないけど、ボスって書いてある。こっち向きの方がいいなぁ。時間ないな、でも20秒しかないな。あかん、やばい。ってことないやん。あ、終わった。むずいわ。右側のジャンプキックの出し方がわかんないんですよね。違うんですよ、右と左、これ、ボタンが。あ、これでもあれやね、一気じゃなかったね、残機あるね。この棒のやつを先に仕留めた方が一番いいんですよね。音楽同じですよね、完全に。クニオ君の音楽ですよね。右向きのジャンプキックの出し方がな、どうすればいいんや。これあれやもんな、こうじゃないな。これとこれかな、違うな。あ、これか、これ右向きか、これか、そういうことか。やっとわかった。出し方さえわかればもうこっちのもんですよ。あ、でも強い。避けんのうまいんですよ、こいつら結構。よし、一匹倒した。あともう一匹。この棒のやつを倒して、あとはもう力狙いで行くと一番早いんですよね。あー、あかん。全然ダメやな、今回も。よし、倒した。これで力出てくる。あ、まだ出ないか。あ、出てきた、出てきた。うわ、強え。強えはもう、一言ないやん、こっち。あー、分かった。負けた。ゲームオーバー。ジ・エンドって言うんですね。はい、ちょっともう一回やってみましょうか。右のジャンプキックの出し方が分かったんで。棒のやつを2匹倒せば、力出てくるって感じなんで、それを狙いでいくと。あとのやつはほぼ無視。
よし、倒した。しかも、馬乗りすりゃいいねんな、あの時な、寝てる時に。あ、馬乗り できてないか。うち、避けるのうまいんですよ、結構、ジャンプキット。よし、倒した。これで力出てくるかな。あ、出ないか。あ、そうか、もう一匹倒さなあかんか。もう一匹この棒持ってないやつを倒さなきゃ。ちょっと待て。おい、離せ。あれ、これどうやってやるんやったっけ、離すの。一元減っていくんですよ、あれ、捕まれてる間。あ、でも出ないな、あ、出てきた。あ、やれた。むずいわ。これでもなんとなくね、日本版のクニオくんよりもこのアイケド版の方がちょっと難易度低い気はしますね。日本版のもっとむずいですからね。しかも1機しかないし、日本版は最初の設定はね、デフォルト1機しかないんですよね。あら、まあこれね、難易度設定というかそのね、設定によってその残機を増やしたりもできるから、まああれですけど。よし、倒した。ああ、今 馬乗りしようとしたのにな、今出なかったな。あれで殴りかか倒すとね、その分ダメージ与えられるんですけど、なかなかちょっとね、ボタンのテクニックがいるんですよね。いやー、前 PS2 版でね、くんよくんよくやってたんですけど、そっちの方がね、操作性がいいですね。あんな全然やな。あかん、馬乗りしよう思ったら他のやつに攻撃してるやん。やっと倒した。もうね、力出てくるまでに瀕死になってるからな、結局は。ある程度余裕で倒さんといかんのですよ、雑魚はね。Get lost, punk. まあこんな感じです。ちょっと難しすぎます。ちょっと無理ですね。